今回は新台 A G ペプチド2010年の問題を説明します。酸性アミノ酸であるエスアスパルギン酸とカルボキシキシル基がメチルエステル化された L フェニルアラニンがペプチドを結合したアルファ L アスパルチル L フェニルアラニンメチルエステルはスクロースよりも甘い性質があると。この有機化合物をエクステルとすると、で、X の構造式を右に示すと、でカルボキシリキがメチルエステル化された部分を長方形、ペプチド結合した部分を楕円で囲むと。で、ここを囲みました。ね。これはペプチド結合でな。アミノ酸の COHA。これが NH2 やな。で、こう、アミノ結合がっていうのがあって、アミノ結合な。で、特に、アミノ酸の場合はこれペプチド結合ですね。ペプチド結合というな結合。次が、ここの部分な、これはメチルエステルな、エステル COO やな、COOC やな、大変に囲みました。2番、S アスパラギン酸の分子量は133である。L フェニルアラニンの分子量は165である。X の分子量を求めます。この分子量やな。これアスパラギン酸やな。アスパラギン酸の即座というのはこの部分やな、即座。CH2COH。あとは共通なんですね。で、アスパラギン酸の分子量は133で、で、こっち側のフェニルアラニンの分子量は165やな。これはメタノール。メタノールは CH3OH で12と4と16で、これは32か。32かするな。32って足すんだけど、ここ水が1つ、ここ水が2つ、水が2つ取れてますよね。18×2 を引いとく。引いたらね、これは294になるな。これ、分子量は294なんです。次。3番目。N アスパラギン酸と L フェニルアラニン酸の自覚値は全部で何種類あるかということやんけど、これどうしようかな。H5CO の、これが、アスパラギン酸やけど、COH。な、これ反応する部分、ここ、まあ、A としたら、ここ、A1 としたら、A2、これ2種類やんな。な、で、これ、で、B としたらね、ここありますよね。もう一個のフェニルアラニンは COOH で、ここが、NH さんですか。NH アミノキと CH で COOH で、CH2 のフェニルアラニン。これフェニルアラニンな。あの、そのここはな、こことここと。な。で、A1 とここを反応するよ。これはまあ、フェニルとしたら、フェニルの L アミノキと反応するよな。A1 とフェニル反応するよ。で、A2 とフェニルなんですな。こことここ反応するよ。で、この B と、こっち側の B と反応するのはここやな。B と反応するのは、ここのフェニルと反応するな。で、こう、フェニルとフェニル同士も反応するよ。こう、実験としてはフェニルとフェニル同士も反応するし、これもアスパラギン酸もアスパラギン酸同士反応するよな。A1 と B が反応するし、A2 と B が反応するな。こんなに、これ、種類やな。はい、以上です。